どうもー！さあ、始まりました。万劇おうちチャンネル。万劇おうちチャンネルではですね、毎日、万劇メンバーがいろんな企画をお届けしております。そしてこの第7回目の企画はですね、万劇キャラクター感謝祭ということで、たくさんのキャラクターが、出演してくれるんですけどもね、まあ、ちょっと、まあ、どういう方が来てくれるのかとか、ちょっとね、僕もちょっとわからないので、いろいろね、来てくれる。まあまあ皆さんが知ってるようなキャラクター、たくさん来てくれるんじゃないかと思いますので、ちょっと楽しみにしてますけども、不安もすごく大きいです、今日は。大体ね、これね、まあ30分ぐらいの、映像となっているんですけど、いつも。ちょっと15分ぐらいで、エンディングに逃げる可能性もありますので、僕が。すいません、その際は。お許しください。ということでね、どんな方が来てくださるんでしょうかね。ちょっと楽しみですよね、皆さんもね。ちょっと待って。これもう始まってんの？あ、やば。あ、始まってますよ。あれ、誰か来てくれたんかな？これから、これ押したいんかな？誰か来てくれたんかな？やば。あ、マジで？あ、おはようございます。何これ？これ、あれ？これ今井さんじゃないもんな。出た。ちょっと待って、さやかや。やば。あ、おはようございます。知ってくれてるんですか、僕のこと。おい、見てるやん、せやねん。あ、マジっすか。めっちゃ好きよ。これ、お名前は？いや、竹下やん。これ、竹下先輩っすか。いや、野球部の OB の竹下やん、お前。野球部の OB や。竹下先輩や。後輩らがなんかリモートで。はい。なんかやってるって言うからお前見に来たよ。あ、そうなんすか、来てくださったんすか。うん、来たらお前さやかやんけ、やばっ。めちゃくちゃ OB の感じやん。俺ほんま野球部さ、引退してから土曜休みになったし、せやねん、めっちゃ見てんで。あ、そうなんすか。もう試合とかないから全然。あ、なるほど。あ、そっか。そうか、引退されてからは、じゃあどうされてるんですか、どう過ごされてるんですか。いや、引退して今俺大学受験してんねん。あ、そうなんよ。ずっとやっぱそういう感じなんすね。見た目、サングラスとかもそこにつけて、あ、やば。家ですよね。いや、今家やで、リモートやん。今自粛中やん、みんな。家出たほうがいい。いや、そうですよね。自粛中、家で、自粛期間中もサングラスしてはるんすか。いや、それお前、これめっちゃかっこいいやろ、これ。あの、ライトのレジの横に売ってんのこれ。なんとも言われへんけど、いや、よう、そんな、そこで買うんや。そうなんや。やば。いや、ほんま、最近さ、後輩らがなんか甲子園中止になったとか言って、マジで悲しんでるからな。確かに、そうですよね。いや、俺マジで、応援しに行こう思ってたのにさ。はい。そのために俺、サンダルとかハーパンとかめっちゃ買ったのに。いや別にそれが清掃じゃないですよ。 OB の清掃じゃないんで別に買う必要はないですよ。別にそれに合わせて。やばマジで。え、自粛期間中は何されてたんですか。いやもうずっと素振りやん。素振りしてんねや。あ、やっぱこの大学行かれてもやっぱ野球はされる感じですか。準公式な。準公式で。あ、準公式で。準公式で続けよう思てんねん。あ、そうね。準公式で続けられんねや。うん。あ、ちゃんとこう、そっか。大学公式とか行くわけじゃなく、やるわけじゃなく、しっかり。公式はもう俺本気で3年間やったから、高校の時。そうなんや。あ、そうなんすね。え、竹下先輩。大学ちょっともう、うん。ちょっと、はい、遊び半分も入れて準公式であるから。そうやな。このタイプは絶対そうやもんな。でもやめるスタンスでおんねんな。え、竹下先輩あれっすか、彼女とかできました。いや、お前ほんま、お前知らんの俺、彼女できた。いや、僕ちょっと知らなかった。あんまりちょっとパーソナルなこと知らなくて、先輩の。えぐいってお前。彼女できたんすか。いや、マネージャーだ。高校の、野球時代の。引退してからなんか、よう遊ぶようになって。それどっちからっすか。どっちからその告白したんすか。別に
どっちからっていうか別にまあなんか成り行きでみたいな。どっちやろ。クソダサいな。クソダサいなこの先輩。マジで。もう一応俺なんか。え、先輩ってその現役時代は何番とかでしたっけ？レギュラーでしたっけ？いや俺レギュラーやん。えぐいってお前。え、7番打ってたよ。7番、あ、そうや、あ、そうやったでしたっけ、すいません。ちょっとやっぱ忘れてもう出ましたわ、そんなこと。やっぱさやか、行ってんのロケ、さやか、まだ。いや、そうですね、この期間なかなか行けてなくて、何が、せやねん、結構見てはるんですか。見てるよ、お前。天狗の横におるやん、お前、いつも。あんまり、新山天狗、そんな 出てないっすけど。天狗の時見てたで、これ。あ、そら、マジっすか。天狗が空飛んでて、お前下で見とってん。出てたけど。やってたけど。なになになに めっちゃちゃんと見てくれてるやん。え、なにちょっと待って。なになに後輩見に行かなあかんから、ちょっと俺一回出るわ。あ、今から見に行くんすか。うん、ごめんだ。またな。あ、わかりました。ありがとうございます。またお願いします。バイバイ。先輩、ありがとうございます。OB の感じ出しすぎやね、あの人。なになんか聞こえんねんな。はい。なになにえ、なにえ、なに誰ですか誰ですかえ、な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 、誰ですかあ、ちょっと待って。え、なにチンさんなに、なに、なに、なにこれチンさん。なに、なにやってるうわ、チン、え、西山じゃないよな。チンさんなに、なに、なにここなに、なんでチンさん、え、今リモートで、この、やってるんですけども。誰あ、さやかの石井です。誰あ、さやかの石井です。さやかの石井です。あ、私見たことあるよ、あなたのこと。あ、ますかあ、思いますかなんでこんなちっちゃいのちっちゃいの何がですかなんでリモート。リモート。チンさん。チンさん。はいはい。リモートリモート、あ、そんな発想になるんですか？あ、リモート。中国の方でしたっけ？見ればわかるじゃん。いや、それは、まあ、喋り方でね、なんとなくは思ったんですけど、陳さんでよろしいですか？そうですよ。いや、陳さん、こう、面と向かって喋るの初めてなんで。あなた、有名な人？いや、まあ、まあ、有名じゃない。一応芸人やってました。さやかという。私見たことあるよ、あなたのこと。あ、ほんまですか？何で見てくれたんですか？フィリピンで。え？フィリピン。フィリピンいない。僕、フィリピンいないです。フィリピンパブで。フィリピンパブ行ってないです。女性でしょ？え？女性でしょ？男ですよ、僕。え、男誰？じゃ、男やって、男。じゃ、誰？さやかの石井って言います。ちっちゃい男？ちっちゃい男ってなんやねん。何？なんやねん、ちっちゃい男って。え、ち、え、ちんさん、はじめましてですよね。そうですよ、見ればわかるじゃん。見たことある言うてたやん。見たことある言うてたやん、こっちのこと。え、ちんさん、おいくつなんすか？ちんさんって。面白い。何が？なんで言ってんの？そんな、やらしいこと言うな。言ってないよ、言ってないよ。言ってないです。何？ちんさん、ご自宅ですか、今。わからない、何ここ。私、気づいたらここよ。怖っ。怖っ。え、ナチラレ中国人っていうキャラなん、どういうこと？自宅でしょ？どこなの？何？マセロの部屋に。え？自宅じゃないんすか、そこ。周り何が見えます？周り何が見えます？何も見えないよ、窓がないよ。いや、十分キャラクターあるんで、そんな、拉致監禁されてるとかの設定いらないっすよ。なんで窓がキャラクター、十分、一個のキャラクターで言ってもらっていいですか？いろんな情報いらないっすよ。ちょっと、周りにドアがないか見てくるよ、私。ちょっと待ってください。いろいろ聞きたいんで。ちょっと待ってください。ちんさん。ちんさん。石井様。これは大変やぞ。さやか、
石井様。はいはい、さやかの石井さん。声が聞こえます。はい、はい、石井です。そろそろ、エッチな気分なのではございませんか？いや、別にエッチな気分じゃないし、全然昼間ですし、何ですか？誰ですか？さやかの石井様のために、今日は早めにお店を開店させていただきたいと思います。お店を？はい。ようこそ、石様。魅惑のこのその絵。ようこそ、石様。バニーボーイでございます。バニーボーイ。バニーボーイ。早めに開店させていただきました。早めに開店させていただいたので、ちょっと僕、本当に初めましてなんですけど、これは、何ですか？バニーボーイ？魅惑のうさちゃんというお店の、はい、マスターやらせてもらってます。バニーボーイです。魅惑のうさちゃん、あ、お店を経営されてる方ですか？はい。今日はですね、少し、はい、石井様のために早めに開店したこともありまして、女性が集まりませんでしたので、私の方が、オーナーとキャストの方を受け持たせていただいております。最悪やん、そんな店。最悪やん。え、じゃあ、僕が行ったら、バニーボーイさんが接客してくれるってことですか？はい、ご指名ありがとうございます。バニーボーイです。いや、別に指名はしないです、絶対に。絶対指名しないです。おっそ、お客様。それ何ですか？それ何ですか？テーマソング。フォルムへ、ようこそのお客様。ようこそのお客様。いろかにメロメロでございます。よくわからないです。え、それテーマソングかなんかなんですか、お店の。いえ、オリジナルです、今。オリジナルか、今思いついたんかい。はーい。気持ち悪い。え、バニそうですね、今日は女性がいないので、から元気でなんとか、その石井様を楽しませようと思いまして。いや、いいです。それやったら店開けなくていいですよ。え、どういうお店なんですか？お炭酸水もございますよ。飲みますか？お炭酸水も。開いてるやん、ちょっと。炭酸水。私が少々飲んでしまいましたけども。気持ち悪いって。そういうサービスもやらせていただいております。どんなサービス？客切れるで、そんな。え、おいくつですか？バニーボーイさん。50、飛んでプラス10です。はい。60や。どんな、どういう言い方やねん。はい。どんな言い方やねん。はい、お店の方に。やっぱ、どうですか？自粛期間やったじゃないですか。全国的にね。はい。この期間はどうでしたか？お店とかってやっぱ大変やったんじゃないですか？無視しております。よくないなぁ、はい。無視しております。自粛要請無視してあげてたんですか？毎日。見てください、この見た目。バニーボーイ、法律通用しますか？バニーボーイでございます。どういう感じで言うてんの？お時間お楽しみください。失礼しました。いや、ちょっと、全然聞きたいことあるんですよ、いろいろ。すぐどっか行くね、もう。何はい、はい。はい、何声が聞こえますね、これは。おいこれは、はい。あれ、ちょっと待ってください。え何これもしかして、ガーマルチョバさんですか？何そんな言うあ、すごい。すごい、これ世界的な。これ世界的なすごい方ですよ。基本喋らんからな。はい。クオリティ低いな。クオリティ低い。一流や。何も言うで、クオリティ低いですよ。一流の方なんで。それじゃ世界の方も盛り上がらないっすよ。はい。お、テープ。わら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 わ
うわー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 自粛期間ね、もうどっか行くやん、すぐおい、すぐどっか行くやっちゃう。ガーマルチョバさん、そんなんちゃうで。怒られんで、マジで。偽物やん、完全に。あれあれえクオリティーグ。あれはい。あれ、また誰か来てくれるみたいですね。なんかしてるやん。え何これ。あ、はい。どうも。ちょっと待って、えはい、どうも。あれあれあれえ何してんのこれえどうも。えちょっと待って、え見たことあんねん。あ、ほんますか？あれあれあれ、え？ちょっと待って、言わんといてな。これ西山じゃないの？これだ、はい。うわ、見たことあるわ。うわ、うーわ、ちょっと待ってな。ちょっと待って、言わんといて。うわ、ここまで出てんねん。はい、いや、言わんといて。ちょい、うん。せやねんとか出てるんですけど、はい。うん、ちょっと待ってな。せやねん、出てるな。せやねん、出てます。ちょっと待ってな。名前、ここまで。ちょっと待ってな。全然ねえ。ちょっと待ってな。はい。いや。とか、ダンスとかが得意で、僕。あ、分かる、分かんねえ。そう、分かってんねん。そう、分かってんねん。ここまで、ちょっと待ってな。ここまで出てるんだけどな。けーれんな。出た！ミノルや！違います。ミノルや！どういうこと？いや違う。え、何が出たん？口から出たん？ミノルや。口から出たんですか？それ。ここまで出てて出たわ。ここまで出てるで出てまうやつって何？出た。え、懐かしい。何してんの今？ミノル。え、同級生なん？どういうこと？え、何してんの？え？僕知らないんですけど。え、お名前何でしたっけ？僕知ってんのかな？めっちゃ元気にしてるやん、ミノ。聖一なんで、僕。え？聖一です。聖一？はい、聖一です。いや、違う、ミノルって出てるから。何それ？それ何？それ何？気持ちいい。ありがとう。まだな。え、何されてる方ですか？仕事とかは。いや、もうキャラ、いや、なんか来た、もう。おい、マジか。こんなところに来ちまった。どこだ、ここ。え？くそ、なんだこれ。う、お前、なんだ。おい、お前、どこだ、ここ。なあ、教会。なあ。くそ、どこだ、ここ。キングダム。キングダム。なんだ、ここ。え？くそ、おい、お前、ここどこなんだよ。なあ、教会。なあ。お前どこだ？それしか言わんの。それしか言わんの。え？大きしゃげ！大きしゃげ！自己紹介お願いします。え？自己紹介お願いします。俺は死んだ。下僕で将軍を目指せる。な、教会。こんなんやったか。ええ。こんなんやったか？どうなってんの、それ。こんなんやったか？大丈夫か？おい。教会どこだ？ね。いや、ちょっとわかんないっす。誰を探してるんすか？おい、教会だ。教会とはぐれちまった。はぐれちゃった。あ、今は何してるとこやったんですか？今、戦だ。蝶との戦をしてる。はぐれたんですか？ああ、教会。お前が教会か。あ、違います。僕じゃないです。ちょっと、お前ちゃん、将軍君だな。くそ。なあ、教会。違います。くそ。そんな教会に。あ、黙れ、これ。なんだ、お前。くそ。俺は死んだ。お前の首を取る。なあ、教会。そんな教会に言う？喋りかける？そんなに。俺は戦に戻る。戦に戻るぜ。なあ、教会。これやったことある？このキャラ。なあ。このキャラ、劇場でやったことあるやつにして。劇場とかで。いや、ほんま、じゃやめて。なに？飛び込みで。そこにデコ打った水泳選手。
見たことないって、そんな。そんな見たことないって。やったことあるんか、それ。やったこと。見た目おもろ。見た目おもろ。見た目おもろ。スーパーいい感じ。超気持ちいいみたいに言うてるやん。名言みたいに言うてるやん。絶対。スーパーいい感じ。いや、成功してないんでしょ。デコ打ったってことは失敗してるやん。何点でした、演技。三つ星。三つ星？そんな審査方法じゃないですよ。そんな審査方法じゃないですよ、多分。三つ星もらった。三つ星？飛び込みですよね、高飛び込み？飛び込み。大変やったんじゃないですか？大丈夫ですか？今、飛び込んだ直後ですか？飛び込んで今、そこでちょっと待機してて、待機っていうか、動けなくて。もう全然口も回ってないですね、やっぱ頭打ってるんで。そこでちょっと打っちゃったから、なかなか動けなくて、今引き上げてもらって。あ、今、こう、レスキューされたところ。ね、ちょっとなんかリモート繋いでるから出てくれって言われて。そんなことあります？断った方がいいですよ、そんな。スーパーいい感じでした。流行らんで、それもう。やり逃げやで、全員。おい、こんな。おい、全員試してるやろ、お前。これ、全員新キャラをよ。映り込む。おい、映り込む AD って何やねん。おい。会話もできへんや。それはもう赤いやつや、それ。あるけど、テレビでちょいちょい。映り込んでまうやつ、あっていう顔してすぐどっか行くやつ。そんなんやったことないや、そのキャラ。むずすぎるって、これ、ちょっと大変やわ、ほんまに。え、全員、もう、亡くなった？弾尽きた？これ、弾尽きた？みんな。んにゃん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 じいじいダンスんにゃんんにゃんんにゃんじいじいさやかダンスんにゃんおいほんまおいんにゃんじいじいダンスどこ誰が俺の孫やねん、おい。おい。お前、仕事やからな、これ言っとくけど。なあ。これ仕事やから。え？誰ですか？俺、旅に出るよ。旅に出る。あ、なるほど、そういう、結構旅に…俺もこの町出て、はい、自分探しの旅に出るよ。あ、そうなんすか、それはなかなか…二次宅も全部したから、俺も行くからな。どこに行くんすか、旅って。それ何？何が入ってる？それ、そんなんで行くの？カバン。カバン、それ？俺も行くから。花火、それ。花火やつじゃないの。それ、間違ってますよ。何の役にも立たないですよ。それ、ちゃんと昨日、二次作も全部したから。間違えてますよ、カバン。カバン、間違えてますよ。もう行くからな。いや、空港で絶対止められますよ。それ、全部回収されますよ、空港で。どっか行ってもうた。あの人はちょっと心配やな。ちょっといろいろ聞きたいな、あの人は。ん？それ誰？誰ですか？
マリオのドッスンです。上から落ちてくるやつや、あの石の。はじめまして、ドッスン。はい、ドッスン。割とそんな喋れんねや、しっかり。もちろん口あるんで。うんしか聞こえへんかったけど、今まで口あるんで。あ、それが目や。あ、え、今まで結構マリオのこと邪魔してきましたよね。はい、結構何人ぐらい倒してきたんですか、マリオ。え、数えたことないです。この自粛期間中とかはどう過ごされてたんですか。だってさ、え、アリの数数える、はい、いや、ちょっと確かに、まあまあ、そうですね。あんまりそういう覚えはないですね。ですよね。あ、そういう感覚なんや。アリを踏み潰してるみたいな感覚なんですか。あ、はい。なんでこいつがいるよ、結構会話できんねん。おい。なんでこいつは結構会話できてまうねん。自粛期間何されてました？はい、ちょっと待ってください。僕、耳ないんで。え？いや、会話できてましたよ。はい、え、もう一度。いや、会話できてましたよ。自粛期間中は何されてました？はーい。お腹ついてます。全然そんなこと言ってないです。え？もう、どっか行くなって。もう会話してくれ、会話。届かない。届かないね。届かない。意外に届かないね、うん、え、あなた誰ですか。セルフキッス目指し女です。セルフキッス目指し女。意外に届かないね。届かない。意外に届きそう。あ、やっぱ届かない。届かないね。意外にこれ届かないね。届かない。できる。何されてセルフキッスを。あんまりさ、唇交えることないじゃん、この謹慎とか、あの、自粛でさ。あキスがしたくて、唇書いてみたら。あ、ちょっと寂しくなっちゃってね、一人やから。うん。で、顔の皮膚科だったらダメだからさ、うん。顔の皮膚科の近くじゃないと唇再現できないからさ。でも意外に、うん、これ届かない。手とかじゃダメなんすか？ダメダメ、皮膚科が違うから、これ意外にさ、うん、見て。いけそうでしょ、こうやって見たら。え、何されてるか、何されてる方ですか？セルフキス目指し女です。無職です。意外にね、やっぱ意外にね、意外にこれは届かないね。うん。見といて、届くかも見といて。届かないね。うん。わかったって何回見せない。届かないね。うん。届かない。クソ YouTuber と繋がってた。すなわちクソみたいな YouTuber やったわ、今の。はい、こんにちは。あ、こんにちは。誰やろ。書きますか。はじめましてですよね。あ、はじめまして、はい。書きますか。はじめましての方。あ、はい、はい、はい。書きますか。あ、いいですか。いいっすよ。あ、マジですか。あ、はい、お願いします。僕、路上で結構やってて。あ、なるほどね。確かにこの期間中はあんま外も出れないですもんね。はい、そうなんですよ。なるほど。こういうのやってはんねや。こういうので結構やらしてもらってて。でも確かにいいじゃないですか、こういうリモートとかがね、あるから。こういうことも確かにそれで活かして、なんか意外とこっちの方がしっかりこう 見えるっていうか。なるほど。あ、うん、確かにね。やし、なんかね、その場にいなくてもいろんな方とつながれたら。そうなんすよ。めっちゃいい、うんうんうん、結構ランダムで、あの、ズーム入ったりしてて、はい。なんか適当に番号バーバーって、あのミーティング ID 打って。怒られないですか、そんなんしてんねや。で、入った人のあのに、なんか書いたりとかして。急に現れて。一回小池都知事書いたんちゃうかな。なんか適当に打ってたらバーって入れて。めちゃくちゃ大事な会議とかされてるとこじゃないですか。大丈夫でした、それ。なんか結構大事な会議してましたね。あ、できました。楽しみ。はい。お願いします。じゃあ、すみません。
似顔絵ちゃうの名前名前名前その感じやったら絶対似顔絵描いてると思うやつってどんなキャラえ、何それいや、どっかいた小池って書いたんや、ほな小池って書いたんや、えぐい空気になってたやろ、それいや、ちょっともうこれあの、とんま、試すのやめてねちゃんと完成した商品出してカンペちっちゃい、あの、大きいのに書いて大きいのに見えへんわ、この距離ね、言うてますけども、いろんなね、キャラがね、小さい、あの、大きいのに書いて、大きいの、小さいお前が悪いって読まれへんって、おい小さいもう、今日ぐらい飲んでやろこれやばいね今日ぐらい飲んでやろいや今日ぐらい飲んでやろなメダリスト今日ぐらい飲んでやろ誰ですかいやそんなこれそうトロフィーでしょアームレスリング2位やんか2位の俺やん今日ぐらい飲んでやろ今日ぐらい飲ましてくれよずっとトレーニングで酒も飲んでねんからさ今日ぐらい飲ましてくれよねアームレスリングで2位になったトロフィーで飲むの、うん、それあんま良くないっすよそう実際そういう飲むやつじゃないっすよ見てこれお前銀や銀かっこやアームレスリング2位なんすかあー今日ぐらい飲んでやろうな1位え1位は誰やったんすか1位もボロ負けだもう思い出したくないわ腕へし折れるかもだ今日ぐらい飲んでやろ銀や普段アームレスリングが本業じゃないっすよね、アームレスリングが。普段はなんか仕事され…全部かけとるやな。え仕事されてないんすか知らん、アームレスリングが仕事や。銀や銀、ほら。銀や。ほら、今日ぐらい飲んでやら。あ、わかりました。あの、飲んでいいんで、いろいろちょっと聞いてもいいですかえ今おいくつですかえ電波がなんて電波が悪いえ今おいくつですかちょっと待ってやそんなんせこいっておいおいせこいぞ会話せえよもうええわもういいこんなもんやってられへんちょっとマジでちょっとみんな集合したいと思います気になる人をちょっとねまずちょっとやっぱ怒りたいんで、いろいろと。また来たやん、ちょっと。何誰ですか誰ですか何それ誰片眉入れ墨たらこ唇くん。何それいや、たらこ唇みたいになってるし、片眉太いし、片眉が入れ墨の感じはもう分かれへん。あんまり分かれへん。あんまりその濃さ分かれへん。し、何してる人ですか？お名前は？お名前は？おい、もう集合。全員集合。はい、全員集合。小さい AD 集合。あとどうしようかな。誰がおった？小さい AD 集合と、あと、あれ、バニーボーイ。バニーボーイ来い。小さい AD とバニーボーイと、あと、あれ来い。あれや、荷物。横で荷物。横の荷物のやつ来い。集合。早く来て。小さいエディでええわ。
さい AD、あ、うん、小さい AD な。うん、バニーボーイや、ほんと、バニーボーイ。俺もう行くっつっただろ。わかったわかった。いいよ、行くならわかったけど。それ何それ。小さい AD がその太眉、たらこ唇やったってこと？どういうこと？太眉やん。なあ。バニーボーイ、バニーボーイや。私をお呼びですね。話あるわ。うん。Wi-Fi ファイター、ミノル。違う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 。呼んでない呼んでない呼んでないです。電波のために呼んでないです。みんなの電波守るんだ。Wi-Fi ファイター、ミノル。え、ミノルってあなたのことやったんですか、ミノルって。ここまで出る、ここまで出るやついましたよ、ミノルさん。ここまで出た人いましたよ、ミノル。呼んでない。呼んでない。ウルトラやべえ感じ。電波のために。2年連続打ったの。ちょ、おい、Wi-Fi ファイター。ウルトラやべえ感じでした。いや、もう流行ってないから、その前のやつ。一回見ると流行ってないから、マジで。あれ。星二つ半。そう、どういう基準なの？町明に審査してもらって。バーッ誰ですか？ミルガイです。ミルガイ君。ウルトラやべえ。ウルトラやべえ。電波の戦うぜ。ミルガイ君、ウルトラやべえ。大変やわ。電波何本立つんだよ、ミルガイ君。ちょっと大変やわ。何ミルガイ君って。ちょ、ここ何してんのこれな。誰ミルガイ君って何？みんな何してんの？全員何してんのな。Wi-Fi ター何してんの？ミノル。ミノル、どこ何してんの？なあ。おい、飛び込み何してんの？飛び込み。できてないで。飛び込みできてない。ひょっとこです。もうないならないでして。もう諦めて。もうないなら。もうやめて、そんな。ひょっとこやめて。何してんの？ミノル何してんの？ Wi-Fi ター、ミノル。電波。1本、2本、3本、4本。だー。ひょっとこ。もう終わろう。みんなもう終わろう。もうやめて、もう分かった。もうみんな十分分かったから、すごいすごい。ちょっともう、集合して、普通で集合して、みんな。もう終わるから、みんな。さあ、ということで、もう時間経ってるから、みんなもう帰って、普通に戻ってきて、今井さん、原田さん、西山。今井さん。ひょっとこです。今井さんってなんで一番弱いやつで帰ってくるんだ。おい。今井さんで帰ってきてくれ。今井さんで。もうどっか行って。どっか行って。もう帰って。お前石もなんかあるんちゃん。何が？なんかさっきからずっとやってるけど。ないって何が？じゃ西山。あ、すごい。え、何？じゃもうええって。西山。え、何その格好？え、ちょっと待って。え、何？誰？西山。たらこ唇くん？もしかして。いや、違う。たらこ唇と絡んでる。たらこ唇。ちょっと、もう、
誰？あなた誰ですか？笑顔が腹立つやつってなんやねん。そうだね、教会。先生、イライラ、真意、真で戻ってこんでええから。もう普通にして、もう終わるから、もう普通にして、もう終わり、時間、もう時間来てるから。教会。なんでひょっとこ選ぶん、最後に。一番自信ないやろ、それ。手応えも。みんな、ちょっと聞いてくれ。何？どうした？喋んの？なんかあいつだけ普通だな。確かにそれはおかしいぜ。あれ？本当だ。あいつ本当は普通じゃないと思うんだけど。確かに。同じく。なんかあいつも、って。なんかあいつもあるんじゃないのキャラ。って。多分石井じゃねえぞ。あいつは石井じゃない。誰？誰だ。誰だよ。なんかあるだろキャラ。でもってなんなんこれ。じゃあもうほんまなんなんこれ。すごい戦だったぜ。なあ、教会。なんだ、下のやつあるの？そんなん言われても。教会。踊りましょ。わかる。踊りそれは教会の舞か。それだ。こんにちは。こんにちは。なんだ？なんだ？誰だ？僕らも混ぜてよ。誰だ？誰？混ぜてよ。誰だ？誰だ？ホタテブラザーズ。はい。ん？ホタテブラザーズ。こんなやつ知らねえ。ちょ、もうええわ、おい。おい。おい。地獄やないか。おい。誰？もうええわ。ちょ、なんで？何してるの？ひょっとこ。ひょっとこ何してる？なんでひょっとこで行く？もう終わり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 。もう終わり終わり、もう十分十分見た、十分見たからキャラ。はい。ということでエンディングです、エンディング。エンディングの時間なんで、さあ、お送りしましたけどもね、ほとんどがね、見たことないキャラクターでね、これもなんか、なかなかのね、再生回数がエグいことになりそうですけどもね。ということで、皆さんなんかお知らせとかありますか？ YouTube とか。あったら告知とかしてくれていいですよ。エンディングですから。まあじゃあ僕はYouTube チャンネルね、個人のね、再開しの骸骨ゲームというゲーム実況のね、チャンネル始めましたので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。いろんなね、なんか、実況プレイとか、ゲームの動画アップしてますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。最近 VR のゲームとかもね、やり出しましたので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。あ、僕たちビスケットブラザーズもですね、はい、YouTube の、チャンネルやってまして、毎日その、ラジオ上げてますんで、ぜひよかったらチャンネル登録の方お願いします。しっかり告知はしに来た。お願いします。しっかり告知はしに来た。僕らも、ちょっと待ってください。あれをやるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここまで出てるんですけど、ここまで出てるんですけど、あー、だらだらだら。あ、そうや、YouTube 解説や。YouTube 解説を、しましたので、皆さん登録の方よろしくお願いします。ここまで出てるけど、出てて出るやつってなんなん？ほんで、そのボールなんなん？ほんで。出るってそういうのな。ええってお前、お前もうええって。おい、なんか告知あんのか。おい、告知あんのか。おい、またみんなで
踊るでやんすから来てくれよな。お知らせや、今告知や。おい、おい、ひょっとこ。毎日街で踊ってるでやんす。ひょっとこが一番自信ないはずやろ。おい、追い詰められて出たやつやろ。おい、どんなダンスやねん、ほんで。恋ダンスになって、恋ダンスになって、おい。おい、ふざけんなよ、おい、おい。全員来い、普通に。めちゃくちゃや、これ。おい、おい、おい、何してんねん。おい。おい、仕事やぞ、これ。おい、ただただ4人でやってんちゃうぞ、これ流すんやぞ、お前。もうええから、早く来い。だほんまに、ただただ、はい、早く自粛が明けて、早く劇場が再開してほしいっていうことに、気づきました。確かに。本当に。みんなに会いたい。はい。家で一人で、家で一人で考えてしまったらこんなことになるっていう。試す場もなく、うん、試す場もなく、もうやるだけやるってなるとこんなことなんねん、うん、すっごいわ、ほんまに。しつこいが面白いになっちゃう。そうやな。いや、マジで。いや、今なんかのほんまは劇場にしかないというか、この姿はもう嘘の姿やから、あんま見ないでくださいね。いやただこれは劇場のお客さんよりもはるかに YouTube に上げるってことは、はるかに多い数の人が見るから、ね、これを言うとけど、世界中が見るからね、これを。自粛開けたらさ、芸歴ってリセットじゃなかったっけ？ないです、継続です。みんなゼロから始まるわけじゃないんで。10年目、10年目、9年目、9年目、今。はい、そうです。10、10、9、9です。10、9、9。そうですよ、はい。一刻も早く劇場の再開を願っております。よろしくお願いします。はい、本当に、本当にこのままじゃ芸人の腕が本当に落ちる一方なので。はっきり言うな、お前、腕が。芸人の腕が、本当に、もう全員が迷いに迷っていく状況になるのでね、早く、はい、復活することを願うばかりでございます。はい。はい、でね、また、もしかすると、今日やったキャラが劇場再開してから出てくる可能性があると。出るか、どこかの、いつかの極みライブでミルガイ君が登場する可能性もあるということだけ。これ見ていただいた方、あんなちっちゃい見られへんって舞台で。あんなちっちゃい仕掛けのために機材入れて。大きい機材入れて。カメラ用意すな、あれのために大きな機材がいいねん。ということでね、そういうのもね、楽しみにしながらね、はい、皆さんもやっていただけたらと思いますよ。お願いします。ということでお送りしてきましたけども、まあ、最後に、吉本漫才劇場からのお知らせでございます。漫劇メンバーのクラウドファンディングで、劇場より幻のリーフレットを、お届けいたします。漫劇メンバー全員が参加するスペシャル企画など、休館期間中の楽しみの一つとして、いただけたら、と思います。その他漫劇メンバーのリターンメニューも毎日更新中でございますので、詳しくは吉本漫才劇場のホームページ、SNS をご覧ください。ということでね、漫才劇場をお送りする漫劇おうちチャンネルでは不定期で、様々な企画配信を行ってますので、漫才劇場の YouTube の方からお楽しみください。はい、というわけでね、皆さん本当にありがとうございました。本当にね、で最後どう、はい、最後ちょっとなんかね、本当に感謝の気持ちをちょっと誰に言ってもらおうかな。誰に言ってもらおうかな、最後。我こそはっていう方が最後ちょっと締めてほしいというか、このやっぱせっかくキャラクターなんで。誰かいける方いますかね、どうしよう。誰を指してる、全員が。全員がやな。じゃあちょっとすいません、今井さん最後、ほんまに今日やってみて手応えあったやつで、登場して、さようならっていうので、ありがとうございました、さようならをその人に合わせて僕らも言いますんで。わかった。お願いします。ほんまに、でもまあ、これだけね、数やりましたから、皆さん。いや、やりましたね。結構。
でも 0.1 みたいなカウントも多かったから全部で1個ぐらいしかやってないかもしれない。ほんまに多かった。実質だから3キャラクターしか出てない、ね、そう出てないですね。いや最初は良かったよ、みんなほんまに。やっぱ見たことあるさ、漫才中のやつとかコントのやつとか、そういうのが出てくれたからすごい楽しかったのに、どんどん見たことない、2回目ぐらいからみんな見たことないやつやったからもう。OK! あ、はい。ということで、最後、今井さんの一番自信のあったキャラクターでお別れいたしましょう。皆さん、本当にありがとうございました。やっぱやっとこや。なんでそいつが自信やってん。おい、なんでそいつが自信やってん。バイバイみたいになってる。というわけで本日の配信はここまでです。皆さんお付き合いありがとうございました。ひどいって、一番ひどいわ。